天井に張り付いたり壁に張り付いたりできるやつだよね。どうしてお前そんな視点にしやがったっていう。ああ、でも乗り物、ちゃんと反転してたっけな、乗り物操作値。いやー、速くていいね。読み込みが、建物内は。あれ、こんなとこだったっけ？最後、登ったそうだところよ。登ったところ。いえ、ラストの坂。ああ、めちゃくちゃ遅い。やっぱ軽量じゃないとダッシュのスピードが足りないわ。先行き過ぎたらダメだってこと。行き過ぎたらダメみたいね。まあ、ガー君がいてくれるなら。すげえ隔壁だ。ギガンティックアンローダー。乗り物あるじゃん。レンジャーチーム。グリムリーパーってフェンサーチームだよね、確か。今、ストーム2になったのか。で、ウィングダイバーチームが仲悪くて、普通のレンジャーチームは何だ？これ、安本さんが声優してる普わか通んのねえ。レンジャーチーム。グリムリーパー、あ、すっげえいる。あ、来た。あれじゃん。逃げろ、もっとボム。ほらほら。帰るもいるな。とりあえず引きながら戦ってくれよ。巻き込みたくない。いっけー。僕は基地だ。よし。帰れました。ああ、ここならグレネードとかフレーム解体でもよかったかもしれんな。タカちゃんがフレーム系をぶち込んでる。おう。やけん、やけん、やけん。できたやつは漏らすなよ。ダメージ食らっちゃうんで。いや、足止めて打ってるだけで楽だな。あのさ、この赤い光が自分がダメージ食らったのかと思ってびっくりする。そうそうそう、びっくりした。あれ？ダメージ食らってる俺って思ったら、いった、ただ逃げ。ダメージ食らってるだけだった。出て。あ、一匹出てる、一匹出てる。いけいけ、なんか撃たれた。あ、エイリアンか、なんかあれ。最後来た。入るか。まあ、終わった後回復ぐらいでもあるし、どうでもなんだろう。赤く、本当赤くなると自分がダメージ食らってると思っちゃうな。まだいた。ここ、回収に美味しいのか。すげえアイテム出てるし、回収しやすいし。よし、あと1匹。やってない。さあ、入るか。サイズが悪い。ノーダメの、あ、いけ。まあ、回復いくらでもあるし、食らった人は取って取って。ダンジョン系はね、どうせ戻ってこれないからね、回復取りね。この炎当たったら食らう？あ、戦車発見。お？ちょっと乗っていこうかな。練習練習、乗り物の練習。一人もないですか。なんかおる、変なのが。矢印の通りに動いたら動けねえんだけど。手法が25発。リロード投げよ、クソ。リロード投げよ。見てきた、スパさん。クマさんが歩きながら機関銃使って。ダリ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 。ダリダリダリ。これ、難しい。こいで。ヘビーカーさん。おお。今撃つとタカちゃん。ヘビーマシンガン。それはあれかな。メタルスラッグ的な言い方だ。アドバスチェンジャー。いや、合ってんかな。よし。何あの青い。青いの俺の銃。ああ。なんか弾痕エグいねんけど。原子力の力でも使ってるそれ。体に悪いやつだよ。あ、当たっちゃいけない青い光。ブルーライト、もしかして。どっちかっていうとぬかコーラ的な。この戦車乗れんやん。これ乗っても戦車乗りたいのよ。自分で歩かなきゃダメだろ、確か。戦車乗っとる。ウィングダイバー戦車乗れたっけ。いや、違う、上に。ああ、そういうこと。上に乗っても、うん、乗っても乗っても、
持ち伝える。一緒に歩かないとダメって。あ、大丈夫か。さて、メインだけは任せろ。左？なんていうか、戦車の上の回るのが遅いんだよな。開けろよ、ほら。EDF って書いてる。自己主張が激しいな。EDF! EDF! 下だ。早く開けろ。そこの真ん中のやつが邪魔なんだよ。ほら。奥にエイリアンがいる。あ、死ぬこれ。逃げろー。撤収、撤収、撤収。後ろに回られてる。後ろは今処理してる。みんなちょっと引き打ちを。お、タカちゃん無事だ。俺もう戦車つけて外で走って逃げたのに。乗ってる方あるでしょ。だって体力めるめる減ったんだもん。サブタンクだぜ、サブタンク。邪魔だな、タンク。しかもタンクに削られたわ。おっと持ってかれた、一瞬に。クモさんが不幸の事故に。クモさんどこ？俺の退路を防いだ挙句 HP を削るという防御に出た。あれ削った俺。クソ乗り物やつが。やっぱ乗り物はクソだよね。どう分かる？乗り物ってクソだよね。乗り物ってクソだよね。っていうかね、地面を歩いちゃいけないと思うんで、天井歩けよ。天井歩く邪魔だわ。視点が無理なんだってこれ。知ってる。視点クソだぜ。いや、視点がまともやったら天井でもなんぼでも歩いてるわ。せっかくくっつけるのに。そうね、あれ俺の戦車無事だぜ。地面あるっだから一つ降りたのに。あ、一文字120残ってる。あー爆発した。120じゃ足りんわ。カエルか、カエルが残ってるんだ。あ、俺のカエルとかハメやし。俺のバトルマシンだ。いいやつ残留。タカちゃんの乗り物残ってんだろ、乗ってみいよと。乗れねえだろ。いいや、使うぜ。いや、そうじゃなくて、クマさんがちょっとさっき乗ろうとしなかったかなと思って。おっと、まだ動くで。なんかこの乗り物ダッシュとかないの？ある。何ボタン？マップ？そのカエル邪魔やな。ああ、普通に視界クソ。ひら、はぁ、ジャンプ、やはりコンバットフレームだぜ。おお、 L2 でステップができるんだ。かっこいい、かっこいい。カー君が死ぬかもしれんが、まあ死んだら死んだ時だ。復活させてやるよ。命は投げ捨てるもん。俺ガトリング砲はどうやって打つんだ。 LR 何ボタンがどこ残ってるの。 R2 ぐらい。R2 でバルカンで、あ、ほんとバルカン、あるバルカン、バルカンとやられる。あ、全部同時に打てるじゃん。ああ、よし、体力もまだ完全に残ってる。よし、エイリアンいいんじゃん。焼き払え。エイリアンの死体が邪魔。うわ、無理だ。ボディボディボディ、よしよし。死んでるカエル、早く消えろ、邪魔だ。ベビー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 。じゃあ朝日スーパーカーに弾なくなったりせんの。バリバリ言っとうの。ん、バリバリ弾なくなったりせんのかなと。切れるよ弾なく、当然なくなるよ。朝日スーパースムー、朝日壁のブレッド。あー爆発した、漏れんだよ。体力3000しかねえじゃねえか。十分だろ、お前より高いわ。こっちは、そのロボは5847。大して変わらんな。万ないと万ない。あ、数がある、数が。どこに。ここここ、数あるけど壊れないんだって。ああ演出だけ。この作は数から出てこないから、電気あいつら地面から直接出てくるからな。どこ湧いた。
新しい乗り物だ。どこか知らんが湧いた。クーラー明かり。あ、ロス運転できないからタカちゃん乗って。うお、めっちゃおる、めっちゃおる。あれどこから出てきてるの。全然姿見えない。奥奥。あ、いた。あ、そっちにもおる。あ、すげえ処理落ちしてる。すげえ処理落ちる。あ、後ろにもおる。俺プロだって。画面が暗い。あーっと、ダンゴムシが来た。黒で遅れてくるの、じゃあ。いって。乗らないの、タカちゃん、それ。乗り物。乗れないの。欲しけりゃやるよ。乗らない方が俺強いから。いって。ごっつ減った、ごっつ減った、ごっつ減った。あと5発。ダンゴムシがこんな細いところで来るのやめろって。雲がシャンゴムシから入る。シャンゴムシから入る。シャンゴムシから入る。刺られた。まだ生きてるだろ。乗れよ。潰れた。これはダンゴムシの先に駆け抜けた方が安全だな。これ乗り物あんじゃん。あ、刺された。あ、死んだ。タカ君が生き残ってくれればどうにか。クマさんも健在。よし、あ、なんだこれ、こっちにいるのは。ダンゴムシに跳ねられた。こうか。ダンゴムシとクモだ。嫌なコンビだ。まだ、まだおるか。まだおるわ。威力高けんなよ、クモ。あ、カーブが死んだ。クモさん、ちょっとまずいまずい。ダンゴムシが。俺らの。もうあれですよ。助けに行くとか、そんなこと考えてませんから。全身出るからね。助けに行ったら死んでしまうから。一応こっちはもう収まってるから。てか全身出るから。うちの解放射器がいけなかった。赤ちゃん、見えないんですよ、前が。雲だらけで。引きながらこっち来てくれると。引きながらこっち行くってどういうこと？いけんね。多分、突破戦と逆に、いけんと思う。A と。いや、A、行かない行かない。行きません。そんなことしません。行ったら死ぬやつ。逆やわ、多分。走り抜けんと。当然やつやろ。ぶっちゃけノーマルの雲なら、まあ負けんわな。そっちの画面が見えないから何とも言えないけど、狭い道で、ダンゴムシが太陽。ダンゴムシはやばいな。あれ無理や。雲の下が飛んできた。処理った。クリア。あれお前ら自動で生き返んねえの？生き返せ。NPC じゃねえから。あれ復活させろよ。そうせはよ。あざー。ほら。ライトは来てください、こっちこっち。ピロン。あ、ダッシュ行け。さらに戻って。あ、ダッシュ行ってこようか。ダッシュマンが一番早い。一番早い。俺、今あんま早くないんだよ。プロテクターだから、こっちか。カンカン。ダンゴムシ、あと1体やった。転がってんな、なんだあれ。これもうすぐ乗り物だったのに、ちょっと足りなかった。アイテムあんじゃん。うん、あざーす。ライフあんじゃん。道どっちだ？あっちか。回復をよこせ。多分地下の方だったの。これもう体力ないっしょ。あれ？もう全部取っちゃったの？ないな、何も。もう何もなくなってる。まあいいけど。ちゃんと引きながら戦えばダメージを食らわん。じゃあ次はちょっと前に行かないように気をつけよう。さあ、よっさあ。緑の優しい光。ほんとね、4点1から急にダンジョン暗くなったからな。明るくていいんだよ、ゲームなんだから。計画にそう。引いとこ。クマさんの被るから逆に行くか。タカちゃん投げ、あ、もう設置してる。お、なんか点在した敵だね。ファイヤー。まあ普通のアリなど何も残ってねえよ。クマもおる。いや、キャラへ。できたやつだね、確実に。
フレームカイザーとか楽しそうだったな、これ。止められんのか。一気に出てきてるよ。処理。出てきてるぞ、処理。この炎の壁は通さねえ。敵が出てきたら、外側に変えて。ただ、エフェクトじゃなくてあれ。エフェクトじゃねえよ。エフェクトじゃねえよ。だいぶすり抜けてきた。2、3匹、2、3匹。あの、選ばれたくのだけ。あ、タカちゃんの横の壁に登ってた。ステップすんじゃねえよ。邪魔だ。ステップしたくせに、あれ、何回か撃ったで。ガリガリガリ。タカタカせんだ。そろそろ詰めてきた。だいぶ敵の数減ったし。いて、熱っ。あれ、炎はダメージなかったんじゃなかったっけ。後期型だけで。コモノスに当たっとったね。うん、後期型はあります。あ、あるの。あります。いやいいでしょ。ダメージはあります。いいでしょ。減ってくし。どうだ、明るくなったろ。回復は俺もらうか。俺以外減ってないな。あ、やべ、間違っとっちった。陰陽弾はこの先だって聞こえた。武蔵岩道かな。綺麗にしようぜ、このボール。邪魔だし。プラスチックだからこれ、実は。あれ、科学に結構当たったな。当たってないで。あれ、じゃ減ってるなら回復しようぜ。回復なかったで。ん、減ってなくね。回復ないですけど。俺がこれピン壊すので、売っちゃったのかな。回復回復なかったもん。回復回復。科学ちゃんないの。さっき使ったね。チャージ中だ。あれ時間かかるんだ。あ、ギガンテックじゃねえ。プロメテウス。てー。いや、そんないいもんだね。エヴァンゲリオンね、エヴァンゲリオン。これゲームショーにあったやつじゃね。ダブンブルテクニ。ダブンブルー。うわ、めっちゃ近くまで来てる。おー、ちょっとエリアいるじゃん、エリア。あれ、死んだね。上のやってくれよ、上の。何やられたんかわからなくていい。出させるぞ。あざ。上のとか後ろのとかさ、あのバルカン的な武器の人は撃っちゃってほしいんだけど。どこで的な武器。このなんつうの、段数で攻撃してる人はさ。足引きずってるじゃないか。おう、キャノンキャノンキャノン。ちょっと回復ないとやばいな。詰めるか。カードの突っ込んだな。あとあれだけ。あとこいつだけだろ。銃落としとかだもん。溜め状態でこれ、今回これ、ね、もげいもげいアップした。ノルマークじゃない。あ、終わった。ってことは、この次の戦いぐらいでこれ取り返して、これ乗った戦いか。そういうことだよね。話の流れ的に考える。ジョギン。おう。なんかすげえのが駆け抜けていった。ギガンティックアンローダー。はーい。ついに取り返した。希望の星。なんか燃やしそうや。ここか。開けろ。レベル38装備たち。パトローラー。お、ターボコアが。ヘリもらった、ヘリ。補助装備特殊。ディーサンストロークレベルアップ。お、プラズマコア。エアレイダー装備も結構。さて、スケルトン強化。まあまあ順調に行くと結構アイテム出てるね。ここ外じゃないのか。まだえ、このマシン乗って戦うんじゃないの。ほら、バルが地上に送るっつってる。これでしょ。あら、クマさんがエアレイダーってる。あれ、ダメか。まだレベルが39まで。それ50じゃん、高すぎだよ。え、いや、一緒にバルが乗りに乗って。やった、地上に帰れる。
あれこれ耳がいいわ。スーツ。35。対爆スーツ。爆風などによるダウンがなくなる。はい、軽量自爆防ぐよ。やっぱダッシュ早いのがいいわ。遠距離いる次。外で、いっぱい敵が出てくる。で、どうなんだろうね。今回バルガに乗って戦うはずだから、エイリアンがすげえいっぱい出てくるんだよね。うん。でも俺がバルガに乗るのは一人だからね、多分。うん。一応スナイパーライフルとショットガンにして、バルガに乗ることも考えてる。じゃあ、バルガ普通に壊れっからさ。そうなの。そうなの。下手したら負けっかんね、負けるっていうか。そんな強くないの。体力はあるけど。HP とか普通にあるけど、下手な操作してたら、普通になんか、壊れる。やられるの、うん。操作方法とか乗ったことないから、わからないからな。これは4の時から変わんないけど。超遅いやつだよね。超遅いやつだよ。うん、まあ、ウィングダイバーが生きてさえいれば、いくらでも立て直しはできる。立て直しできないんだな、それがな。基地のとこだから、遮蔽物ないからな。そう、平原やから。普通のビルの方がいいやつか。どうしよう、マジでどうしよう。これ、今から撤収なんだね。1段階、2段階、これ取りに来るだけだったの、今回の目的って。ここの基地を再建するわけじゃないんだ。そうだよ。バルガを取りに来ただけなんだ。言ってたじゃん。持って帰るまでが。同じ必要なものをぶつけるって。遠足です。持って帰るまでが遠足です。じゃあこれここで壊れちゃったら何しに来たの感じ。ゲームオーバー。10秒か、リロード。10秒です。10秒長い。5秒でも長い。2秒ぐらいだね。戦闘中で利用できるのせいで。おげい。さあ、じゃあ、撤収しよう。バルガを持って、撤収だ。では。これさ、最初同じ質量のぶつけるって、作業用っていうからさ。そうそうそう、クレーンだと思ってた。そう。超でかい。クレーンだと、そうそうそう。そうかなと思ってたもん。なんかロボある。そうそうそう。人型である意味は何なのって思ったもんね。うん、作業用ロボっていうこれ。ロマンだろ、ロマン。作業するんだったらガンタンクだろ。いやー、ちゃんと言ってたじゃねえか、ガオガイガーでも。なんで胸に、あいつ虎だっけ。じゃ、手はあってもいいんだけどさ、足が意味わかんないじゃん。キャタピラだろ、普通。かっこいいからだって言ってたろ、長官が。なんでガンタンクだってかっこいいだろ。足の方がかっこいいんじゃねえの。これ乗るマークがまだ出てないんだけど。乗りたい？乗る乗る、俺乗る。バルガのシステムを再構築します。何か OS 直してんの今。すっげえ敵来た。全セーフティーを解除完了。ででバルガを盾にすればいいのか。うおー、バルガを盾にすればいいのか。スタンバイ。えい、いきます。めっちゃ食らう。これ行った方がいいの、待ってた方がいいの。行けよ。投げ払ってこい。 L1 R2 パンチ。あ、 L2 R2 で踏みつけの、メリメリ食らっていく。どうなんだろうね、オンラインだから HP がオンライン仕様になってんのかな。ステージ近づいて、乗ってないから。ヒットポイントが、ね、20万ぐらいある。よし、20万ぐらい。めっちゃ減りやがい。ゴリゴリ減っていくよね。ゴリゴリ減るけど、香川くんの仕事が、あ、光るとこだからね、これね。敵ちょいいっぱいアイテム落とすけど、拾えないとこだから。お、雷神杖、一撃で死んでいった敵だ。全く問題なーい。あるんだよな、それが。カエルはいいんだよ、カエルは。問題小型なんだよ。こっちに攻撃がめっちゃ来てるんです。俺が盾になる。盾にならなくていいから倒して。ダメージになってんのかどうかわかんないんだけど、アリは歩くだけでいいの。いや、ダメ。そのボタンを押さなきゃダメにならない。入ってるはず。下向いて殴れたはずなんだよね。うん、無臭。一応俺も撃ってるから大丈夫だろう。
はい、前に倒してからパンチです。やばい、痛いで体力メリメリ減ってんだけど。だからアリが一番の戦敵なんだよ、乗り物の。あ、タカちゃんの攻撃当たってんじゃね、あれ。あ、よかった、よかった。もうそろそろ半分なんだけど。船、ね、よし、これ以上いくと食らうな。あのメニューが邪魔。うん、わかる。いつまでおんねんお前らっていう。いや、操縦者はまあいいけど、こっち操縦しねえから。そっちにも見えてんの、乗ってないの。そう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 。乗ってるやつだけ見たい。乗ってねえのに出てんの。乗ってねえのに出てんだ、これ困ったことに。そろそろ壊れんだけど。前出すぎかなって思ってる。それ前に行かれすぎと援護できないんだよね。一遍帰る。おとりなんのはいいんだけど。なんか来た。帰る。あんだこのもんよ。このもん硬すぎだよ。ガリア重キャノンを弾くもんってなんだよ。ありが来た。します。カエルが来るぞ。いいね。いやー、さすが強いぜ。ストーリットポイントが15、もう15万もダメージ食らったけど。多数すぎる、多数すぎる。あ、でも全然アリに比べると全然食らわねえなこいつら。うん、アリの方が強い。あ、でもメリメリ減っていく。こんなパンチ届くの？届く。うん、前向いて。あ、それに届くか。やばい。俺が死ぬ前に少しでも勝つぞ。いやいや、君のパンチだったらあっという間ですから。一発で勝つますんで。まあ4倍ぐらいになってたのかな。一つは無理だろうな。ああ、そっか。もうすぐ壊れるんだよね。待って待って待って、それが終わるときお前の最後だぞ。俺の足のね。これは俺の命だ。ここで蘇ったら最後助けることもできない。まあ、おかげでいくらでも焼けるってのはあるけど。あと7000しか体力ないね。 7000? そこ溶けるね。そんなもう溶けるね。あと4000。え、俺も画面煙に何も見えない。早い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 。ああ、うわあ、ああ、死ぬ死ぬ。帰れない。俺たちの希望が3万もかけて取り返したマシンが1万で壊れた。やめてよ。よし、俺は無事だぜ。あ、俺よりも大事なマシンが消滅したから。今、人命よりもそっちが大切。隠れて撃とう。ダメだ、隠れよう。壊れたらまた持ってきてやるって言ってるから大丈夫。違う、それじゃねえ。それ違う。俺のマシンだ。伊藤さんがいい。近づいてきた。あれだよね、グレイプニールかなんか。あれ、武装シャローってやつだよね、多分。そうそうそう、別に耐久は高くない。あ、音楽変わった。んー、でも勝利には遠いぞまだ。え、この後まだあんの？いや、これ超えたら終わりだけど、これをまず超えれるかっていう。大丈夫、攻撃が当たらん。あと4、5体しかいねえじゃん。いけるか。とりあえずアーマー着てるか、ハゴ。一人死んだ。あ、僕無理なくなった。よし、アイテム回収だ。
おお、あと2体。よし。アイテム回収。早いぜ。早いぜ。いやみんな、僕は生き残ったよ。マシンは壊れたけど、お前が代わりに死んどけばよかったのにって言われそうな。当たらん。こいつら細すぎるんだよ。フィルムだよね。宇宙人たち。アーマーなくなったらすっごい。よく持ちこたえた。空軍が到着した。残りの敵は空から殲滅する。まもなく輸送機も到着する。空からバルドを運ぶぞ。ないけど。なくなったけど。もうないけど。もうねえけど。アイテムも全部取れた。あれバルガは。あれバルガは。輸送機取れませんね。バルガのバッタ。番外でもう一回作り直そうぜ。断崖回収。いやブレイズ来たー。今のは行き過ぎたのがまずかったか前に、うん、いやでもあそこら辺にいないと他の人が狙われちゃうから。うん、やっぱアリで削られすぎたね、ダメージ。いや恐るべし。